報酬と決勝前にアメリカ代表からサインをもらおうとしていた。第5回ワールドベースボールクラシック WBC で優勝した日本代表侍ジャパンの会、周東、牧原大成が所属するソフトバンクに合流した。周東は、米国との決勝前の円陣で大谷エンゼルスが同僚トラウトらメジャーのスター選手の名前を挙げ、今日1日だけは憧れを捨てて、勝つことだけを考えましょうと鼓舞したことに言及。米国はすごい選手ばかりで、自分としては全員のサインが欲しい。全員と写真が撮りたいと思っていたけど、いや待て待て、と引き締まりましたと、当時の心境を明かした。全員のサインとか強欲すぎる。そらまあ欲しいわな。こいつ気も座ってるよな。メキシコにもサインもらったやろ。翔平のスピーチ効果あったやん。言われて改心したならええやん。大谷のスピーチで一つになったわけやね。西岡はジーターに握手してもらってイチローにブチギレられてたな。野球人ならそうなるのも無理はないわ。色紙カバンに20枚ぐらい入れてアメリカ行ってそう。